どうもアルジの羊です。さあ今回はですね、鬼滅の刃の設定で、ちょっと待てよ、何その設定と驚くことはありませんか。まあ鬼滅の刃に限ったわけではないんですが、まあ漫画の世界ではですね、よくある話なんですけども、まああまり気にせずですね、こういう設定なのかと思ってしまうこともまあよくある話ですが、でも冷静に考えたらそんなことあると思ったことありませんか。例えばですよ、無惨が鬼になった理由、病弱な無惨は長く生きられないため、善良な医者が薬を作ったら鬼になった。どうやったら鬼になる薬を作ったんだって話になりますよね。まあ、この善良の医者ですね、陰謀説など様々あったんですが、結局最後までどんな医者だったのかっていうのは語られないままだったんですけど、これもちょっとなんだかなーなんて思いましたね。そして続いては、伊之助を育てたのはイノシシ。伊之助の実の母は、まあ、これちょっとネタバレになるんですが、ドーマが鬼だと気づいて命を狙われた時に、イノスケを助けたくて崖から投げ、その後イノシシが育ての親となったんですが、あーイノシシってって思いますね。ずいぶん昔の話なんですが、狼に育てられた少女っていうのがいて、結局人間になれないまま、まあ、狼として早く亡くなったんですけど、そういう設定も、まあ、ありっちゃありなんですけど、イノシシはねーと思いながら、まあ、動物が人間を育てるってかなり難しいような気がしますよね。このようにですね、最初はへーと思って見進めていたものの、後々ちょっと待ったと思うことが他にもありますよね。まあ鬼滅を読むなら鬼滅の設定に従え、強にいれば強に従えみたいな話なんですが、今回はちょっと突っ込みたくなる設定をご紹介していきたいと思います。まずは1つ目、なんでそうなった動物設定。鬼滅の刃には賢く頼りになる動物たちが結構登場していますよね。でも突っ込みたくなる設定もかなりあります。春日井ガラスが喋っているのを炭治郎が喋るってと不思議そうに言っていましたが、これはカラスで頭いいので、なんとなくありな設定のようにも思いました。ただちょっと不気味な感じはありますよね。まだ謎なのは、善逸だけスズメのチュン太郎っていうのはなんで。春日井ガラスみたいに喋れず、言葉が理解でき、伝えようとするのも伝わらなきゃ意味がないような気がしますよね。でもまあ一生懸命なチュン太郎がまあ可愛かったんで良かったんですけど、チュン太郎は鬼に殺され家族の仇を、が自分では仇を打てないので、少しでも役に立ちたいと思って春日井ガラスのようになったという理由が、もはやスズメがそこまで思うんだと突っ込みたくなる設定。謎でした。モブキャラにもしっかりした裏設定があるのが鬼滅の刃の見どころなんですけど、まあ、これはちょっとですね、突っ込みたくなる人もいたんではないでしょうか。まあここまで突っ込みながらもですね、なんとなくありな設定なんですけどね。しかしただいま絶賛放送中の鬼滅の刃遊郭編、柱の宇髄天元、このまたネズミがですね、ムキムキマッチョって、またしかもですね、ムキムキネズミってもう名前見たまんまなんですよね。ネズミがどうやったらあんなマッチョになるのか。しかもカラス、スズメ、猫、ヘビ、イノシシなど動物はリアルな描き方なのに、なぜかネズミだけ子供が描くようなネズミなところもなんかこう突っ込みたくなるんですよね。まあそこがいいのかもしれないんですが、これは突っ込みたくなりましたね。続いては、嘘髪色設定。鬼滅の刃のキャラクターたちは髪色が結構個性的なものが多いですよね。煉獄さんはまあ縁柱なのか炎のような髪色なんですが、まあ、これはですね割と分かりやすいんですけど、甘露寺光さん、恋柱だから可愛らしいピンクの髪色の設定と思いきや違いましたよね。昔は黒でした。しかも可愛い顔して、かなりムキムキマッチョの体色感、かなりのギャップですよね。そして1日170個桜餅を8ヶ月間食べ続けたことが原因であの髪色になったという設定。そんな食べ物で髪色が変わるなんてどんな設定なんだと驚きました。また吾妻善逸もそうですよね。雷の呼吸の使い手だからではなく、昔は髪の毛は黒色、しかも雷に打たれたせいで金髪に。普通なら即死ですよね、もしくは黒焦げですよね。金髪になるわけねえよと込みたくなる設定ですよね。そして炭治郎もポッカーン、階級の表す設定。鬼殺隊には階級があり、それを示すことができる防火彫り。階級を示せと口にして手の甲に力を入れると自分の階級が浮かび上がるという設定。これどんな仕掛けになってんだろうか、もう気になってしょうがないですよね。この設定、これはまあツッコミではないんですが、この説明をあの伊之助がしていました。しかも10回に7回は間違えるです、あの伊之助がですよ。しかもその説明に炭治郎は何それとおっかーんとしてました。なぜ伊之助が知ってて炭治郎が知らんのかいと、まあ突っ込みたくなる設定でした。
階級とかに興味がなかったのかもしれないですが、猪之助が普通に説明しているところがかなりびっくりでしたね。他にもいろいろありますが、個人的にはですね、禰豆子が人を襲わないようにしている、加えている竹ですね。禰豆子だから竹ぐらいで防げてるのかもしれませんが、最初見た時は相当頑丈な竹なんだろうな、鬼なんか、まあ、あれぐらいすぐポキッと折るでしょって思いましたけどね。ということで、皆さんは鬼滅の刃どこが突っ込みたくなる設定ありませんでしたか？よければコメント欄にお願いします。ということで、今回の動画は以上となります。ぜひコメント欄までお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。